こんにちは、マサです。今日はコロナ直撃、日本の景気の危機っていうテーマです。日銀短観、完全失業率、有効求人倍率、すべて悪化してます。2008年に起こったリーマンショックの時にも完全失業率なんかは悪かったんですが、現在の状況はリーマンショックと比べてどれぐらい悪いのか、これも見ていきます。先日2020年6月の日銀短観が発表されたんですけど、日銀短観というのは全国の約1万社の企業を対象に日本銀行が行う統計調査です。簡単に言うと、日本銀行が企業に対して御社の経営環境はいいですか悪いですかっていうのを聞いたアンケート調査です。ゼロを起点にプラスになったらいい、マイナスになったら悪いと、こういう単純なアンケート調査なんですけど、2020年6月の短観は、大企業製造業でマイナス34、大企業非製造でマイナス17です。大企業製造業で一番悪かったのは、自動車のマイナス72です。製造ラインが止まっていましたから、まあ仕方がないです。そして大企業非製造業で一番悪かったのは宿泊飲食サービスのマイナス91です。飲食店は閉まっているお店が多かったし、宿泊業は外国人が来なかったですから、まあ悪いですよね。リーマンショック後の2009年3月の短観はどうだったかというと、大企業製造業がマイナス58、大企業非製造業がマイナス31と、リーマンショックの方がマイナスが大きかったんです。今回のパンデミックの方が GDP の落ち込みが大きくなると予想されていますけど、短観ではそうなっていません。そして次は完全失業率なんですけど、4月が 2.6%、5月が 2.9% と、先月よりも 0.3% 上がりました。完全失業者数は198万人、前年同月に比べると33万人増えました。4ヶ月連続の増加です。アメリカの4月の失業率は 14.7%、そして5月が 13.3% ですから、日本はまだまだ低いです。しかし今、雇用調整助成金をもらって会社を休んでいる人がそのまま失業者になってしまう可能性があります。景気の状況が戻らないとそのまま失業者になっちゃいます。そしてリーマンショック後の2009年7月の完全失業率は 5.7% だったんで、今よりも悪かったんです。私はリーマンショックの時には会社員やっていたんですけど、そんなダメージを受けた記憶がないんですよ。リーマンショックの時の GDP 見ると悪かったですから、経済は悪かったわけですけど、私自身は全く実感がないです。そして次は令和2年5月の有効求人倍率なんですけど、1.20 倍でした。先月よりも 0.12 ポイント低下しました。有効求人倍率っていうのは、ハローワークに申し込まれた求人数を求職者で割った数値です。求人が10件あって、求職者が10人いれば1倍です。仕事は何でもいいって言うんだったら、全員に仕事がある状態です。求人が5件あって、求職者が10人いれば 0.5 倍になっちゃいます。リーマンショックの時にはこういう状況だったんです。2009年4月は 0.48 倍です。以上、日銀短観、完全失業率、有効求人倍率だけを見ると、リーマンショックの方が今回のパンデミックよりもダメージが大きかったです。しかし、4月から6月の第2四半期の GDP はかなり落ち込むと予想されていますから、第3次補正予算をやった方がいいと思います。もう一回国民全員に10万円配ってもいいですよね。先日トランプ大統領がもう一回国民全員に現金をまくと言ってますから、日本も真似をした方がいいと思います。
一番効果が高いのは消費税の減税ですから、消費税を10%から5%、もしくは10%から0%、まあこういう思い切った政策をやるべきです。そしたら日本経済は V 字回復します。消費税を8%から10%に上げただけで GDP がかなり落ち込みましたから、これを外すだけでも大きな効果があるんです。ぜひやってください。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。